こんにちは、緑川です。今日はね、これはね以前に編んだものなんですけれども、はい、こちらをね編んでいこうと思います。そして、使います毛糸はダイソーさんのシフォンケーキレインボーというね、とっても可愛いこのねパステル系の、はい、レインボーになっています。私ねこれ編むのは初めてなんですね。今年初めてシフォンケーキに出会って、最初にカラフルジュレでバッグを編んで、つい先日も、ソイラテでねグラニーバッグを編みまして、これがね3つ目になります。でこちらはね、アクリル 100% で 35g 59m になります。はい、でねこれでね何を編もうかなってすごくね考えていたんですけれども、まずはね一つでどれぐらいになるかなっていうのと、この色のね可愛さを、楽しんでみようかなと思うので、これ以前にね波太毛糸で編んだものなんですけれども、これをね編んでみようと思います。そしてこちらの編み方はモスステッチとかリネンステッチと呼ばれる編み方になっています。はい、四角にね編んでいて、これはダイソーさんのねあのソフト波太で編んだものになりますが、はい、これをね今からレインボーで編んでいこうと思います。で使うかぎ針は、8号5ミリを使っていきます。はい、それではね輪の作り目から始めます。はい、これでね編む準備ができました。ではね始めます。まずねここにすぐ細編みを編みます。はい、そして今編んだところに、はい、マーカーをねつけておきます。はい、そして次は鎖編み2つ、これをね、はい、繰り返していきます。細編み鎖1、2、細編み鎖1、2、細編み、はい、今細編みが4つになったんですね。もう一回言いますと、細編み鎖2、細編み鎖2、細編み鎖2、細編み、はい、細編みが4つになったところで、はい、この輪をね閉じます。そして、鎖2のところがね角なんですが、今から4つ目の角を作るんですが、他の角はね鎖編み2つしましたけれども、ここだけはね鎖1と細編み1で角を終わります。鎖1をしてマーカーをつけていたところに針を入れて細編みをして終わりますね。これで1段目ができて、ちっちゃな四角が、はい、できていますね。はい、これがモスステッチの、はい、スクエアの1段目になります。はい、ではね、表裏と返して編んでいきますので、これをこのようにね、私はいつもねこの方向ですね、はい、このようにね返します。そして、最初に編むのは今鎖1と細編み1でできたスペースです。はい、ここですね。はい、はい、なのでここの鎖編みの下、こちら側に細編みがあって鎖1がありますので、ここにね1目めを編んでいきます。はい、鎖1の立ち上がりは私は省略しますが、編んでいただいてももちろん大丈夫です。はい、ではね、細編み1と鎖1を編んでできている角のスペースの下に針を入れて1つ目の細編み、はい、またねマーカーをつけておきます。はい、そして、角に今ね細編み1を編みました。角はね、左半分で終わりという感じで、このまま次に進みます。はい、次は、
鎖1を編んで、ここにね細編みがあります。ここです。はい、さっきの細編みのね4つ編んだうちの1つ目の細編みです。ここに細編みを編んで鎖1をします。はい、次に編むところはこのさっき鎖2をしたところのスペースです。はい、角にはいつも同じように編んでいきます。細編み1、鎖2、細編み1。はい、ここにね鎖2の角ができています。はい、次に進みます。次は鎖1、下の細編みに細編みを1、鎖1。はい、次は、はい、その次の角になります。ここに鎖2がありますね。はい、鎖2の下に針を入れて細編み、鎖2、細編みと角の編み方をします。はい、次です。鎖1、下の細編みの頭に細編み、鎖1、編みます。はい、次は角です。ここに鎖2がありますので、ここに角の編み方、細編み1、鎖2、細編み1と編みます。はい、そしてマーカーをしていたところが、はい、ここがね最後の細編みになります。はい、鎖1、マーカーを外して細編みを1、鎖1と編みます。そして次はマーカーがありますが、はい、ここはね角の半分だけ編んでいました。細編み1だけ編んでいたので、はい、角を作るので、このマーカーをしている細編みと同じ隙間、はい、最初のね、前の段に、鎖1と細編みで終わったところの下のところですね。はい、鎖1と細編みの下、はい、ここに針を入れて細編みをして、はい、ここに細編み、左と右にそれぞれ細編みが一つずつに今なっています。そして角の終わり方、鎖1と細編み1で角を終わりますね。角はいつもこのように終わります。はい、他の角は鎖編み2つを編んでいますが、最後の角だけは鎖1、細編み1をして終わります。はい、これで2段目が終わりました。はい、綺麗なね四角になっているかなと思います。それではね3段目に行きます。またこちら側をこのようにね返して編んでいきます。はい、ではね同じようにやっていきます。まずねここです。今鎖1と細編みでできたこのスペースに細編みを編んでいきます。3段目の1つ目。はい、ここは角で、角の左側の細編みだけを編んで進めますね。はい、ここの角は帰ってきて完成するという考え方です。そして次に進みます。はい、鎖1をして、土台の細編みをスキップして、1つスキップですね。細編みをスキップして、隣のこの鎖編みで空いているスペース、はい、ここに細編みをします。そして鎖1、次も土台の細編みをスキップして鎖1で空いているスペース、ここに細編みをします。そして鎖1、はい、そして次は土台の細編みをスキップして角の鎖2に進みます。角は細編み、鎖2、細編みと同じように編みます。はい、そして次は鎖1をして土台の細編み1をスキップして次の鎖編みのところに細編み、鎖1、はい、土台の細編みをスキップして隣の鎖編みに細編み、鎖1、土台の細編みをスキップして角の鎖2に針を入れます。
細編み、鎖1、2、細編みと角の編み方をします。そして鎖1、土台の細編みをスキップして次の鎖1で開いているところ、はい、こちらの方に細編みをしますね。前の段と細編みと鎖編みが互い違いになっているということになります。鎖1をして土台の細編みをスキップして隣の鎖1に下ですね、側に針を入れて細編み、鎖1、土台の細編みをスキップして次は角の鎖、はい、鎖編み2のところ角を編みますね。細編み、鎖2、同じところに細編みで角を編みました。鎖1をして土台の細編みをスキップしてその隣の鎖1の下スペースに針を入れて細編み、鎖1、次も細編みをスキップして隣の鎖1に細編み、鎖1、はい、この最後のマーカーのところの細編み、ここをスキップしますね、はい、スキップして今までと同じようにスキップしてそして角に行きます、はい、角はこの最初の細編みが入っているここです。ここに細編みをして最後の角は鎖2目編むところ鎖1、細編み1で終わります、はいはい、これで3段目が終わりました、はい、かわいいね模様になってきているかなと思います、はい、はい、では4段目に行きます。ひっくり返します、はい、今細編みと鎖1でできたこのスペース、はい、ここに最初の細編みを編みます、はい、マーカーをしておきます、はい、同じことの繰り返しになります。鎖1をして土台の細編みをスキップしてその隣の鎖1のところに細編み、鎖1とね、1目おきにずっとね細編み鎖編みをしていく感じです。鎖編みを今しましたので土台の細編みをスキップして隣の鎖編みに編みます。鎖1、土台の細編みをスキップして鎖編みの下に細編み、鎖1、土台の細編みをスキップしてここは角の鎖2ですね、はい、角の鎖2のところにはいつも同じです。細編み1、鎖2、細編み1を編みます。そして鎖1、土台の細編み1をスキップして鎖1の下に細編み、鎖1、土台の細編み1をスキップして土台の鎖編みのところのスペースに針を入れて細編み、鎖1、土台の細編み1をスキップして隣の鎖編み、こちらに側にとって細編み、鎖1の細編みをスキップして今度は角の鎖2、角の編み方をします、はい、そして鎖1、土台の細編みをスキップして鎖編みの下に針を入れて細編み、鎖1、細編みをスキップして鎖編みの下に細編み、鎖1、細編みをスキップして鎖編みの下に細編み、鎖1、はい、この細編みをスキップして角の鎖2のところに針を入れて細編み、鎖2、同じところに細編みで角、はい、そして鎖1をして土台の細編み1をスキップして隣の鎖編みの下に細編み、鎖1、細編みをスキップして鎖編みの下に細編み、鎖編み、土台の細編みをスキップして鎖編みの下に細編み、そしてこの紫のマーカー最後の細編み、ここをスキップして鎖編みして、はい、そして1目目のこの細編みが入っているここに
最後の角をね完成させます。細編み、鎖1、そしてマーカーのところに針を入れて細編み、角を鎖1と細編みで終わりました。はい、このようにねずっと、細編み、鎖1を繰り返して編んでいきます。繰り返して始めますね。はい、でどこに針を入れるのか分かりにくいときは表から見て、はい、確認して、例えば、はい、こういう感じで鎖1と細編みの間に針を入れておいてひっくり返して、あ、ここだなって、はい、針を入れてもいいですね。はい、ここに最初の細編みをしてマーカーを入れておきますね。はい、マーカーはね必ずつけておきましょう。そして角の細編み1終わったら鎖1をして、はい、そしてすぐ下の細編みをスキップして、ここの鎖1に細編み、鎖1、細編みをスキップして鎖の下に細編み、鎖1、にね、前の段の鎖編みのところに細編みをしていくということになります。はい、同じことをねどの段もやっています。鎖1、はい、鎖編みのところに細編み、鎖1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 、そして次が角ですね。角に来たので細編み、鎖2、細編み、鎖1、はい、鎖編みのところに細編み、鎖1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 、次に角に来ましたので細編み、鎖1、2、同じところに細編み、鎖1、はい、次も鎖編みのところに細編み、鎖1、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 はい、そしてここの細編みはスキップします。そしてこのね最初のところ分かりにくいなという場合はね、ここを見ていただくと分かるかなと思います。はい、そして最初の細編みが入っているここに細編みをして、はい、これが最初のね細編みです。はい、そして鎖1とマーカーのところに細編みをして終わりますね。はい、ブルーがね入ってきましたね。はい、もう一段ね色が変わったのでもう一段やってみます。6段目になります。はい、またねこちらに返します。はい、そして、はい、ここですね、ここに針を入れます。ここです。まず細編みをしてマーカーをつけます。鎖1をしたら、はい、すぐ下の細編みは全部飛ばしてまずねこの細編みから編んでいきます。細編み、鎖1、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 ここで角に来ました。はい、細編み、鎖2、細編み、鎖1をしてこの細編みを全部飛ばしてこの鎖からですね、はい、ここからです。細編み、鎖1、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 はい、この角の鎖のところに来ました。細編み、鎖2、細編み、
鎖1。はい、また次もね同じです。この細編みをスキップして鎖1のところに細編み鎖1、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 細編み鎖1。はい、角に来ました。細編み鎖2、細編み鎖1。はい、すぐ下の細編みをスキップしていきますね。細編み鎖1、細編み鎖1、細編み鎖1、細編み鎖1。はい、ここもね細編み鎖1。はい、マーカーのここはスキップしますね。はい、はい、そしてこの1目めが入っているところに最後のね角の細編みをします。ここですね。はい、ここです。これが最初の細編みの足ですね。ここに、はい、角なのでここに編んであげますね。はい、同じところから細編みの足が出ている感じです。そして鎖1、はい、細編み1で角を割ります。はい、これでね6段目が終わりました。はい、綺麗にね正方形になっているかなと思います。はい、でね、テクニックはね以上なので、はい、私はこれをね一玉分をね全部編んでこようと思います。はい、ではね皆さんもお手持ちの毛糸でぜひ編んでみてください。はい、こんなにね可愛くなってきました。今ね17段目までね編んだところになっています。はい、でもうすぐで終わりなんですけど、毛糸の方がねもう終わり一周分はありませんので、一旦ね、ここで終わってみようかなと思います。はい、今ね、鎖1をしているので、最後の鎖の下に細編みをして、鎖編みをして、ここが最後の細編みですね。はい。そして、一番最初の角ですね。ここに細編みがあるので、はい。ここに角のための細編みをしますね。はい。そして、一旦ね、鎖編み2つして引き抜きます。はい、これをねこの後どうしようかちょっとまだ決めきれてないんですね。はい、決めきれていないので一旦ねこれで、はい、17段ね編み終わりました。はい、こちらがね裏でした。裏でしたが、今回往復編みですのでね出来上がったものに表裏っていうのはねない編み地になっています。最後のねここが表っていう感じになっています。17段編みました。すごいね可愛いですね。で、あの元々のねこのレインボーの毛糸がこちらでしたので、この色の毛糸がこんな風になるということがね分かりました。あの私的にはこのピンクと黄色が混じったオレンジとかもねすごく可愛いなと思って、オレンジがもっとあってもいいなと思ったぐらいねすごい可愛くなりました。でサイズをね測ってみます。細編み鎖編みのスクエアで何センチかなと、だいたい 22.5 ぐらいですね。私はふんわり編むので、あの大きくできてるのかもしれませんが、22.5 センチほどになっております。一玉でまあ22センチと考えると、これが4玉あると44センチぐらいの大きな正方形になりますね。これが4つになると、はい、もしねこれでブランケットにしようと思う場合は、3枚あると60センチから70センチ近くなるので66センチ前後になると思うので、はい、9個あると膝掛けにちょうどいい60センチから70センチの正方形ができるということがね分かりました。目安に、ね、なりますね。私自身もねちょっと目安になりました。でこれを例えばね今申し上げたように9枚編んで
剥ぎ合わせてブランケットにしてもね、すごく可愛いなと思いますし、このままね、続きをどんどん編んで、この模様を楽しむっていうのもね、いいなと思います。はい。1枚、1玉あたり22センチぐらいの正方形ができますので、何かの目安にしていただければ嬉しいです。はい。で、今回ね、私これ、この先のことをね決めておりませんので、はい、今回の動画はねこれで一区切りとさせていただきます。何かね続きを編む気になったら、はい、またね別の動画を作りたいと思います。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。リカチャンネル編み物部ではこのように、編み方のサンプルや、ウェア、それからショールやブランケット、バッグなどいろんなものにね挑戦して動画を作っています。ぜひ皆様も、登録して部員さんになっていただけるととても嬉しいです。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。